皆さんこんにちはレック専任講師の雲野です今日は2019年合格目標レックの司法書士講座実践力パワーアップ講座についてのご紹介をさせていただきますこの実践力パワーアップ講座2年目以降の受講生のためのですね決定版講義となっております 合格者たくさんの合格者がですね、えー、輩出されておりまして、私もこの講座、2009年の合格目標の時から受け持っております。もう10回目の受け持ちということで、非常に私自身、この講座に愛着がございます。 この実践力パワーアップ講座について簡単にご紹介させていただきますと、えー、とにかく1年目の勉強をされた方を対象にですね、えー、全分野について網羅的にお話をしてままいりますですからある分野だけは全く説明をしないというようなことはなくてですね、えー、一通り学習した方を対象に網羅的かつでまんべんなく説明をするという点に特徴があるというふうにお考えください。 この実践力パワーアップ講座で受講生の方に大変好評いただいているのが、ここに映っております。復習用教材のセルフレクチャーというアイテムです。このセルフレクチャー、講義の中で何が重要だったのか、そしてですねどこを一番最優先で復習しなければいけないのかを見える形で、この復習用教材として皆さんにお渡しをするというものなんです。 で実はこのセルフレクチャー、えー、ご好評いただきまして非常にあの皆様方からたくさんですね、えー、まあ利用していただいてそして多くの合格者にもご支持いただきましたので、えー、今あの実は外販書籍としてスマホで暗記司法書士という形でレクシュック出版の方から発売をさせていただいておりますでこの自社のパワーアップ講座では主要4科目に関してはこのスマホで暗記司法書士を、えー、セルフレクチャー代わりにですねまあ皆様にご購入いただきまして。えー 実践力パワーアップ講座と完全にタイアップしておりますからこちらで復習をしていただくという形にしますそして、えー、まだ発売がされておりませんマイナー科目につきましては、えー、このセルフレクチャーを皆様方に配布いたしますで、スマホ電気司法書士もセルフレクチャーに載っているものを100%いやそれ以上に収録をしております100%収録した上でさらに内容を充実させておりますで、この スマホで暗記司法書士の前身、これ、映っているのはセルフレクチャーなんですが、これ、昨年の本試験、正答率、まあ、セルフレクチャーだけで正答に導けるパーセンテージが75%というですね、数字を叩き出しております。非常にあの合格者の方にも絶賛いただきまして、これをうまく講義中に復習していただくことによって、合格の可能性が2倍も3倍も高まることは間違いありません。 そしてこの下に映っております1251件という数字なんですがこれはあの私が昨年に1年間皆様方の個別相談を受けた件数です。実践力パワーアップ講座の受講生それは生クラスの方であっても通信で地方にお住まいの方であっても対面、または電話でもってですねお一人20分ぐらいをめどに個別相談を通年行っております。 ですから、講義を聞いただけではわからない点ですとか勉強方法などについてのご相談もですね、えー、随時、承っておりますですから、もう1対1でですね、皆様方に向き合ってとにかく皆さんを合格させるために私自身も皆さんの、ね、サポートに努力を惜しみませんので皆さんも全力でぶつかってきていただきたいというふうに思っております。 それでは、えー、続きまして実践力パワーアップ講座で使用するテキストについてのご紹介をさせていただきます今年実践力パワーアップ講座の使用テキストは大幅なリニューアルをさせていただきましたそのリニューアルポイント一つ目が、えー、ここに載っております過去問番号を挿入したということです 平成13年以降の過去問すべての足について該当ページの箇所に例えばここに写っている通り23年の20問目の「あ」といった具合にです、ね、過去問番号を挿入させていただきましたこれによって皆さん方の過去問とテキストとのリンクというものがです、ね、より一層図れるようになっていくことは間違いありません。 そしてもう一つのリニューアルポイントが今、ちょうどこの過去問番号が入っているところ後ろ、映っておりますけれどもこうグレーになっていますよね、でこれはですね1ページのテキストすべて情報を書かれていることが同じ程度に重要なわけではないと、それは今までずっと実践力の講義の中で言ってきたことなんですけれどもそれをですね講師である私がこの点が重要だよ。 でこの点はそうでもないよということをもちろん毎年のように皆さんにコメントしてるんですけどもそれをこう皆さん方がちゃんと受け取って復習に生かせていけるのかというのはこれ皆さん方にお任せをしていかなければいけないところでした。でそこここををでですねじゃあもうどどが重要で真っ先にどこを復習していいいただければいいのかというのをもう目に見える形で、えー、もうテキストの中に落とし込んでしまおうと。 でつまり、この編みかけがかかっているところがこのページの中でも一番重要なところ、まあ、もちろん1ページに1箇所ではありませんけれども、えー、一番重要なところというのをもう視覚的に見てすぐ分かるように、えー、テキストをすべてのページについて編みかけをかけた重要なところとそうでないところが一目瞭然に分かるようにするためです。こういったたつのリニューアルを経ました もともと合格者の方に非常にあの好評をいただいているテキストですけれども、今回この二つの改良を施したことによって、より一層皆さん方にですね、えー、使っていただくのがこちらとしても非常に楽しみなテキストになっております。ぜひこのテキストで合格を勝ち取っていただきたいというふうに思っているところです。2019年向け実践力パワーアップ講座、えー、私も今までの講師経験のすべてをかけて。 再建法大改正の前2019年の皆さん方の合格を全力でサポートしていこうと思います、えー、講師経験20年もう私自身の中でどういう講義をしてどういうですねアドバイスをしていけば皆さん方が合格をつかみ取ることができるのか明確なプランとそして自信があります ですから、えー、皆さん方あお一人で、えー、勉強をするのではなくですねぜひ、えー、合格へのレールは私の方で引きますので、えー、あとは息切れしないように頑張ってついてくる、えー、それを心がけてぜひこの実践力パワーアップ講座で私と一緒に合格をつかみ取る努力を、えー、していくことを、ね、皆さんにお勧めしていこうと思います。 ぜひ教室で皆さん方にお会いすることを楽しみにしております2019年実践力パワーアップ講座の講座のご紹介以上で終了させていただきます皆さんどうもご清聴ありがとうございました